次は自宅で簡単にできるヒップアップのトレーニング、お尻ですね。このぐらいの高さの椅子かもしくはベッドをご用意ください。じゃあまず立ち上がってもらって、で立ったこの椅子の近くに、もっと近くに寄って立って、そこから足を大股一歩左足に出して、で逆の足の甲を台に置いて、でこの時に姿勢は前で手を組みましょう。顎はしっかり引いておいてください。でお尻をプリッと後ろに突き出して、で膝がだいたいくるぶしの真上に来る。でこの時にお尻に力が少し入ると思うんですね。この状態のまま重心はすべて前の足に置いて、かかとで踏ん張りイメージ。そのままゆっくりお尻を下げていきます。でこの時にしっかりお尻が伸びる感覚を味わってください。そしたら上がってきていく。で上がりきらないのがポイントですね。上がりきらないとお尻にずっと負荷が残っているので、このままでは15いきましょう。4、5、6、7、8、9、10、11、12、3、4、5。 OK、 じゃあ最後これちょっとストップしてください。で動作中もずっと背中が丸まらないように注意ください。 OK、 以上です。